中国の税関当局が今日発表した貿易統計によりますと、今年1月から2月の輸出は4年ぶりの落ち込みとなりまして輸出は前の年に比べ17.2%減と2016年以来の落ち込みとなりまして一方輸入は4%減で貿易収支はおよそ7500億円の赤字となりまして 貿易総額も前の年に比べ11%減のおよそ62兆円となりまして、新型コロナウイルスの感染拡大による企業活動の不振が打撃となったとみられます。台北貿易黒字は輸出が27.7%減り、およそ2兆6700億円に縮小しました。